こんにちは。こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃佳です。こんにちはかな、まだこんにちは。ということで、そう、 X にてもメンバーが発表されてたんですけれども、本日は、歌コンに、 NHK さんの歌コンに出演させていただきます。もう準備も今バッチリ。そうなんです、今日お家に着くのがだいぶ遅くなって、あ、これ配信できないじゃんと思って、さっき気づいてそう、なので今配信することにしました。今ね、楽屋でやってるので、ちょっと15分やったら終わりたいと思います、久しぶりのアイドル活動。そう、まだヘアメイク途中で、そうだね、また後で仕上げはするかなっていう感じですね。でも、危ないお、仲間が来ました。どうもです。ちょっと透けてるけどでも今そんな分かんなかった。小田も一緒に配信をします。よしよし、お代理だと思った、予想してた。イエイ、すごいじゃない。配信の色としたら分かりやすいね、髪色。え、ほんと？黒。なんで？なんで？なんかモノクロみたいになってんだけど。いい、あ、でもいいね、うん、いい。ちょっと私もなんか入れたい、エフェクト。なんだっけ、フィルター？そう、フィルター。あ、すごい、エモいじゃん。そう、エモい感じにもできるし、クールにもなれるなるほどね。え、ちょっと音質これ好きかもな、めっちゃいい。エモい感じで、フィルムカメラ風。そうだ、エモい感じ、めっちゃいい感じ。あ、いいね。私は、ダークな感じ。そうだね、ちょっとモノクロな感じでいけてるね、ご機嫌麗しゅうって言ってるあ、そう、定型文。ん？定型文なの？うん、3個作れるやつのやつ。ご機嫌麗しゅう、良い良い。エモエモ配信、エモいね、確かに。めっちゃいい色、いいね、これいい色や。めっちゃいい匂いする。飴舐めてる。いいね、甘い匂い。飴大好き、いつも飴舐めちゃう。本当？うん、のど飴食べてるイメージ。そのど飴大好き。なんかさ、舐めすぎてさ、なんかないと不安になっちゃう、なんか。あ、もう大好きで舐めてるんだ。そういう、そう、本番前とか、なんか人前に出る前に舐めないと怖い、なんか怖くなっちゃうなんで？あ、だから配信するから舐めてきても。え、そうそうそうなんかルーティーンみたいになってるんだね。ルーティーンみたいになっちゃった。腕、そう、腕痛い、下腕が痛くなっちゃうんですよね、そう、喉が、そう、そうなんだよね。もしも喉をさ、大切にするためにさ、割と食べてんのかなと思ってた。全然、あ、全然なんだ。何が今おすすめ？今、蜂蜜、金柑蜂蜜。おお、美味しい。王道のやつ。
ショートな2人なんか、ね、この前なんかイベント出た時にショートカット1人でお主のやつで、あ、え、この間のあれじゃない、ライブ、え、そう、カウントダウン出たかったやつ、え、そう、だからえってうちらだけなんだって思った逆に確かにね、茂木さんがね、あ、確かにそっか、もともとショート組だったけど、確かにね、なんかさ一時期めっちゃさショート流行ってさ、え、増えたよね、なんかみんなショートみたいな時あったけど今さ、うん、逆にみんな、逆にみんな今ロング、ね、そういう時代になった、うん、俺もたまに伸びるもん、え、そうそうそう、え、最近短くした、うん、だって春とかまでずっとエクステつけてたし、それまでも地毛も肩までついてたから、そっか、そう、夏にぐらいになってからショートカットにした。でもいろんな髪の長さ行き来してるイメージある、うん、飽きるの？え、そう、なんかさ、なりたい自分像がね、できちゃうんだよ、その時期時期によってね、そうそうそう、なるほどね、うん、私も髪伸ばしたいな、なんかでもカツラ持ってるよね、なんかカツラ、カツラ持ってる？で持ってる。何？え、なんかカツラ持ってるって。え、事務所のさマネージャーさんが私服とか考えてくれてたって。そう。あの時カツラしてさ。ね、カツラっていう。カツラじゃなかった。エクステな？なんかパッチンでつけるエクステ。エクステカツラじゃなかった。ねえ、よく覚えてたね。めっちゃ覚えてる。その時に、え、そう、ロングになってて。そう。違う、カツラじゃなかったか。そう、パッチンのエクステみたいなのをつけてて。その時にマネージャーさんが選んでくれるやつが、うん、ロリーみたいな、もうめっちゃ可愛い系のワンピースをたくさん用意してくれてて、うんうん、でガッツリショートやったから、うん、時似合わなすぎて自分で幻滅してえ、似合ってた、本当、髪伸ばす、服がってこと、服と髪がみたい な、 なるほど、ね、うん、だからその時だけ髪をパッチで伸ばしてた時があって、ね、やってた、でベレー帽をかぶって、お、なんかかぶって、ね、よく覚えてる、めっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてるなんで嫌なんだけどなんか持ってるよね、うん、髪の毛自体は、わかんない、もう捨てたかもね、わかんない、多分もう持ってない気するわ捨てた、多分捨てたと思う、え、今もマネージャーさんがやってんの、うん、いや、もうね、あ、もうすぐやめてもらった、あ、やめたあ、そうなんだ、ちょっと早急にね、ちょっとやっぱり自分の選んだ服着たいねってそうだよね、お願いして、自分の好きな服着たい、そう、ちょっとね、ボーイッシュなのがあの時はなお好きだったから、ちょっと ね厳しいものがあったそうですね、うん、嬉しい、そうで髪の毛、うんうん、髪の毛染めたい、染めた、あ、染めたんじゃないの、染めた、またなんかもう病気あるよね、でもそういう時期も、え、でもさ暗いよね、ずっと最近、うん、今これでも明るくなった方なんだから、最近色落ちして、確かに茶髪ちょっと、もっと黒くしたいって思う、あ、黒、黒がいいんだ、黒がいいって思う、うん、なんか根も葉もん時は緑とかしてよく覚えてる、めっちゃ覚えてる、人の髪型めっちゃ覚えてる、髪色と前髪だけ緑の時あったね、クイーンねえそう、ほんとさ、みんななんかさ光の号みたいな言われたり、あの夕方クインテットのさあきらさんやったっけ、なんかあの方に前髪似てるとかさ、みんな失礼だと思わない、あきらさんにいやいや、なんでなんで、ちょっと、ね、思い出した幼少期に見てたやつ、そう、幼少期あれよかった、うん、私もよく見てた、好きだったわ、うん、でもあれ以来ずっと黒いよね、そうね、うん、もうずっと黒、なんか結果黒の方が顔盛れるなってなんか、わかる、思う、わかる、なんか黒髪にさしたら、うん、あれ色、なんか色白になったかな、え、そう、顔もね、色がねやっぱはっきりする、うん、いいんだよね、わ、うん、かる、腕いて、来たよ、クインテットも好きだったよ、ありがとう、優しいね、よかった、あれ夕方クインテット、私も見てました、報告いらん、私も見てました、いや、よかったよね、あれ、いや、よかった、よかった、うん、どんな番組だっけ、確かに音楽、ね、オープニングしか覚えてないや、ね、懐かしい、ね、おもむ
気があるザマスもあれなの。あ、そう、うちが考えためっちゃめっちゃなんか何回も読まれへんからさ何回もやってんのかなって思ってそういうことか、定型文だね。伊藤貸し屋根は、あ、うちも考えました。あ、もうすごい、その3つ。あ、その3つなんだ。そう、え、考えてる？考えてない。え、嘘、何もやってないもんし。ちょっとお膝なんて書いてる。そんなそんななんか予想しよう。なんちゃらくて、なんちゃらくて歌こねれる。そんな、そんな、そんなゆるくて歌こゆるゆるは別になんないか確かになんだろうね、なんだろう、なんだろうか、なんて言ったんだろう、教えてほしい。そんな星のやつ、ね、星気になるよね、いつも。そう、うん、うん、あ、でもゆる、あ、ゆる打てるわ、みんな。あ、やっぱりダメだ。あ、いや、ダメか。そんな、そんな、そんなひどい、何、ひどいです。美味しいもの食べましたか。もう弁当食べた。弁当食べたね。あ、まだ沖縄じゃないや、大阪でも大阪っぽいな、まあ、食べてないね、うん、食べれるかな。無理、無理か、うん、たこ焼きとか。たこ焼き食べたかった。食べたい、食べたいな。食べたいけどな、うん、でも帰りもね、割とバタバタ、確かにバタバタするよね、時間なさそうだからね、うん、ね、551買いたかったな、うん、551ね、いいね、食っちゃいなよ、食っちゃいなよ。我らが肉老人さん、大阪ってほんといろいろあるよね、うん、じゃあ、ある。でも割とよく来る方ではあるもんね。確かに大阪結構来る。前来たもんね。前回のタコンさんも大阪だったよね。前ボーボーイチ食べたのってあれか。あ、シングルのファンミか。ファンミだ。うん、ファンミで来たわ。ファンミや。確かにまた全国ファンミある？大阪。あるんじゃない？ある。ある気がする。うん。また来ます。仙台が増えたんだっけ。ね、仙台ね、ずんだ、やった、ずんだ、ずんだ、そう、ずんだ食べたい、ずんだ大好き、ずんだシェイク。大阪年明け、すごい、もうそんな先の予定まで。あ、あ、そういうこと。ファンミン、あ、そういうことか。あるよ、2人とおぐりでグルショ、あ、3人で写真。あ、そうなの、あれ、大阪、大阪、え、どうじゃん、やった、うん、一番最初ってどこなんだろう、ファミ。どこ、まだ全然把握できてないよね。北海道また行くもんね、うん、嬉しい。でも寒いんだよね、めっちゃ寒いよね、12月。あっ、雪降ってんじゃん、楽しみ。冬の北海道行ったことある？あるある。あるんだ、うん、めっちゃ寒い。あ、最初仙台だって。あ、最初、あ、やったわ、ずんだだ、やったもん、うん、行きたい、北海道冬の。めちゃ寒い、頑張ろで、頑張る。波動のさ、あ、波動で行ったの。そう、行ったの。え、もう初雪だったのよ、函館が、その行った日が。おお、だから思わなくて、その雪とか、うん、普通に冬の格好して行ったら、うん、めっちゃ寒くて、うん、普通に冬の格好して行ってもダメだったんだ。もうやばかった、マジで、耳が痛すぎて。あ、もう、そうか、もう痛いんだ。痛い、もう肌が、耳さえ痛い。え、12月なんてやばいんじゃない？やばい。その時 10月の終わりとかだった気がするけど、めっちゃ寒かった。え、10月の終わりでそんな寒いの？マジで寒かった。11月初めから。ガチ？マジでやばかった。もうやばいじゃん、もう、うん、12月なんて。耳が痛すぎて、ずっとゲームセンターにいた。あ、なんか聞いたことあるわ言ってたわ、なんかずっとゲームセンターでプリクラ撮ってた。やばいや、聞いたわそれ。寒すぎて。マジか、うん、マイナスか、うん、めっちゃあったかい格好していかなきゃ、うん、楽しみ。またイクラとか食べれるかな。え、食べたい、食べたい。あ、北は11月から雪降る、ね、そっか、東京あんま降らないもんね。
降んないね、うん、え、あの関西は雪降る？結構奈良はね全然降んなかった、うん、あ、そうなの？そう、でも降るとこは降るんだ。そう、和歌山とか降ってそうじゃないか。あ、確かになんか降ってそう確かに勝手なイメージだけど降ってそうな。確かに。そう、あ、私15分経ったわ。じゃあ私もあと2、3分だ。じゃあ、え、終わり？私はおわ先にじゃあちょっとランキング読んどくからちょっと喋っといていいよ。じゃあちょっとランキングの方を読んでいきたいと思います。いきますよ。じゃあ色変えよう。1、カンタムさんありがとうございます。えい、そして2位が RTO アットマーク大西くまりやさん、ありがとうございます。えい、そして3位がコバアットマーク大西くさん、ありがとうございます。えい、そして4位が、ルールズギフノルト人、うん、あ、なんか変わってる。ルールズアットマークギフノルト Life is a コメディさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がゆうちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がルーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニフォーテートさん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位がライオンマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がどち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がたこ焼き定食さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がうららさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう、皆さんも本当にありがとうございます。ということで本日は NHK さんのうたコン見てね、ぜひ。ということで、ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。名前を楽しみに。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。